おはようございます。いやもうね、久々に検証実験いきましょう。今日は何の検証実験かっていうと、これです。待って、信号止まってから。これです。見えるかな。実は剃りました。果たして俺がこの顎ひげを剃ったらみんな気づくのか。これそう、そのためにこのね、夏はこれやったらおかしいから、そのために俺ずっと生やしたの実は。でこれはバレないから、もう絶対見えないから。で始まった瞬間でもこれ取るのはちょっとおかしいから、始まった瞬間にもうこうやってやるから、オープンですよ、オープン。ということでこれ果たして気づくのか、前代未聞の挑戦だな、これ。いやこれはちょっと分かんない、多分 50% ぐらいの確率かな。ということで行ってみましょう。はい。
今危なかった。あ、嘘。それさフラワーですよ。なんか気づいたことないですか。はい、言わないでください。でももしアウさん気づいてたら。あ、いや、何も気づいてない。アウさん、何も気づいてない。え、なんか気づいたことなかった。ある。何。あ、でもいや、違うな。わかんないか。正解は、うん、この日のために俺ずっと生やしてたんですよ、実は。言ってなかったけど。いや、わかんなかったっすか。わかんなかったっすか、やっぱ。あ、いやー、俺この歌、この日のために伸ばしてきたんです、ずっと。 OK、いいよ。ナイス。 OK です。あー、疲れた。ヒゲどうでもよくないの。気にしたことないよね。そうなんですよね。まあまあ、ごめん、剃り残しありまして、うん、なんかすごいちょっと、なんか青かった。キッズとジュンだけだからね、ヒゲ気にしてる。俺らコメント欄で知りましたもんね。生やしてるとき気づきませんでした。気づかなかった。なんなら前に戻ったから、なんか逆に違和感がなくなったぐらいの。ダンスしてきたから。え？イッス、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 イッス。面白かった、いい企画だよ。いや、はい、すごい。まさか。じゃん。ジャブー。ジャブー。ちなみに勝ちますよ。ジャブー。ずっとこの1回のために。いや、多分このためにやったってきた。嘘だよ、後付けだよ。それこそ後付けですよね、絶対。